ここはライトハウス、大きな灯台があるマップです。目の前に見えているのがその灯台。普段動画だとなかなか来ない場所だな。何しに来たんだ？まず一つ悲しいお知らせです。ワイプが8月末まで伸びました。もうすぐワイプが来るので、これがワイプ前動画最後と言い続けて5本目。ワイプくるくる詐欺チャンネル。ワイプの期間が伸びた結果、新しいシステムが追加されたんですが、それがランキングシステム。心臓に悪いからやめてくれない？私だって死にたくて死んでるんじゃねえよ。実はこの灯台、エスケープフロムタルコフにおいてとても重要な場所で、なんとこのゲームのシナリオに関わる重大なイベントが発生する場所らしいのですね。このゲームシナリオとかあったんか？私は知らん。タスク進めてください。実はこのゲーム、大金浪費して武器作るゲームじゃなくて、クエストみたいなものを進めてタルコフ市から脱出するっていうゲームなんですよね。今動画視聴者9割に驚愕の事実が。マジかよ、タルコフそんなゲームなの？いやだからお前は知っておけよ。そしてこの灯台エリアに侵入するには、数々のタスクをクリアして専用のアイテムを手に入れなくてはなりません。当然持っておりません。もうすぐワイプでデータリセット来るのに、お前今まで何してたんだよ。何って何よ、エッチなのはダメ、死刑。うるせえしね。つまりソシャゲにうつつを抜かしすぎて、タルコフやってなかったと。そこで我々は強行手段を取ることにしました。この灯台エリアに、専用アイテムを所持せず侵入しようとすると、ご覧のように隠れているボスとその取り巻きに狙撃され、瞬く間に死ぬことになります。え、どこに隠れてんの？ほらここ、ここですよ。よく見つけられるな。大体場所は決まってるので見つけるのはそこまで苦労しないんですが、距離が300メートルぐらい離れてて、海辺なので天候次第で見えなくなったりとかします。なんと今回は過去類を見ないレベルの改正ですね。普段はこんなにはっきり見えないのか。さらに取り巻きが2体いるので、まずはこれを同時に狙撃で排除します。使用する銃弾は338ラパーマグナム。現実世界でも長距離狙撃に利用される超大型の高威力弾です。他の取り巻きはいつも撮影を手伝ってくれているリスナーたちが狙ってるわけか。撮影班がみんなタルコフ飽きちゃってるので助かりもうす。それではさっさと処理しちゃいましょう。皆さん合図で同時にお願いしますね。しっかり息を合わせないと反撃をもらうからな。行きますよー、せーの。はい、まず第一の関門突破です。第一だと？この後が結構鬼門なんですよね。なんだお前生きてたのか。専用アイテムを持って入れば、先ほどのボスに撃たれない上に、そこら中に仕掛けられているクレイモアも爆発しないんですけど。爆発してんな。なのでギリギリクレイモアを発動させて安全なルートを作りつつ灯台を目指すことになります。まあこのルートは偉大なる不法侵入の先駆者たちが一生懸命開拓してくれているので、我々はそれを参考にしつつクレイモアを除去していくだけなのですが。で今リスナーの先遣隊が地雷撤去作業中なのか。近くで見てると巻き込まれて死ぬので十分距離を取って見ています。これ本当意味不明な位置のクレイモアが起動したりして、結構解除も慣れが必要なんですよね。今解除しているのはオフラインレイドで解除率 100% を自称するリスナー。とんでもないベテラン撤去員がいるんだな。いやーすごいですよね。あれで死んでないんだから、マジでとんでもない微調整ですよ。安全に撤去できるクレイモアとできないクレイモアを記憶して、撤去できるものを繋いでいって灯台へのルートを開拓していく作業。めちゃくちゃ微調整してんな。あそこのクレイモア結構難しいらしいんですよね。さっきお前もあの辺りで爆散してたよな。専用アイテム持ってればこんな作業必要ないんですが、不法侵入しようとする者に厳しい仕様なので、ほぼ誰もやろうとしないっていう痛いやばいことになってっけど。たたりじゃー、灯台を守る亡霊のたたりじゃー。ベテラン撤去員が死んでしまったので、しゃあなし、私も行きましょう。いやしかし、こんなアホなことする奴がいるとは運営も思わないだろうな。なんなら一度修正入って難易度上げられてるらしいですよ。おお、こんな場所にも撤去員さんの亡骸が。死んでしまうとは情けない。そんでさっきの呪いの死体のところまで来ました。あのトラックのクレイモアまでは解除されてるんだな。しかしまだこれ灯台までの道のりの半分じゃないか。ここまでに2人やられて、一体何人がたどり着けるんだ。私も地雷撤去リベンジしてみましょう。ベテラン撤去員の指示通りにやればなんとかなるはず。あれ？ベテラン撤去員そこで死んでない？死してなお、天の声としてあり続けますから。自爆霊かな？それでは皆さん、今から地雷撤去するので、爆発音に備えておいてくださいね。そういう注意喚起毎回してくれよな。ちなみにいつ爆発するかは知りません。ちょっとしたホラーなんよ。ちなみにこの撤去の爆発音はマップ全体に聞こえるほど大きいので、引きつけた他の PMC が襲ってくることもしばしばあります。全部で10個近く解除しないといけないんですけど。いやびっくりしたわ。あっぷな、破片がめちゃくちゃ近くに飛んできた。いやそれは相当10個ぐらい解除しないといけないので、いかに素早く解除。もうやだ帰りたい。なんでこいつ生きてんの？その後、余曲折を経て、無事灯台エリアに侵入成功。うおおお、あさるぞー。え、ここって普通にあされるのか？なんなら普通のプレイヤーは入ってこれないので、灯台から出てくるところを待ち伏せされない限りは、めちゃくちゃ安全にあされて、しかもすごく美味しいんですよ。
通に1回で200万円、300万円稼ぐのも無理じゃない。本来は相当タスク進めてる人しか来れませんからね。あとは通常の方法で来る場合、ボスを倒したりしないので、ボスの装備が奪えないんですが、私たちは成功法じゃないので、このようにボスが装備しているマスクなんかを持って帰れるんですよ。そうか、専用アイテムを持ってればボスに襲われないから、ボスを殺したりする必要がないし、殺すと逆に敵対されて帰りづらくなるのか。それだけじゃありません。その専用アイテム、この灯台エリア内で戦闘を行うと、その瞬間に破壊されてしまい、再度一つタスクを行わなくてはならず、帰還するためには地雷原を通って戻らないといけないので、専用アイテム持ちがここでボスと戦ったり、他にバッティングしてしまった PMC と戦闘しようものなら、結局は帰り道の地雷で死ぬことになるという。つまりこのボス専用のコスメアイテムは、ほとんどマーケットに出回ることがないので、撮影時点でも出品数がこれだけしかない上に、もう意味わからん値段で取引されてるんですよね。しかもなんだかんだ結構売れるっていう、お前らみたいに、ボスを長距離狙撃した上に、バカでかい地雷の音を鳴らしながら行かないと手に入らないのか。これ出品してるやつは大体6でもないですね。まあでも本当に灯台エリアはクソ美味しい場所なので、ぜひ破産しそうな人におすすめです。爆散する羽目にならんか？よしよし、生き残りの私たち2人で十分稼いだので、あとは来た道を戻るだけ。帰り道は安全なのか？一応出町対策に見張りを1人残してきてますし、地雷撤去で2人死んじゃいましたけど、それでもまだ3人いますからね。この灯台へ続く道さえ越えてしまえば、出口もすぐそこ。なんだかためになるのかためにならないのか微妙だけども、久しぶりにしっかり真面目にあさって稼いだ動画を見た気分だ。なんか散財してるところはよく見るけど、稼いでるところはほとんど見れないからな。お金稼ぎなんて基本地味ですからね。動画にしたって見応えないしつまんないですよ。でもこういう地道な金策が普段の動画の裏には存在する。それを視聴者の皆さんにはぜひ知ってほしいですよね。いやー、今回は稼いだ稼いもうやだ、帰りたい。なんでこいつ生きてんの？で、今回の動画はそうじゃないんです。灯台金策動画じゃないの？動画の冒頭でもご紹介した通り、タルコフにレーティングが追加されまして、様々なカテゴリーがあるんですが、その中の一つ、最長射撃距離に挑戦してみようかと。編集時点での最長距離は1687メートル。ちなみにこれキルした時の距離なので、およそ 1.7 キロメートル先の標的をキルしていることになります。そしてエスケープフロムタルコフにおいて最も長距離を誇るのがここライトハウス。そしてあちらが先ほど登っていた灯台エリアとなります。遠いな。そしてこちらをご覧ください。左下の線のスタート地点が灯台、そしてそこから考えうる狙撃ルートを策定いたしました。今私がいる場所がここですね。ちなみにこの近くの建物の屋上にスカブが湧いて、機銃の銃座に座って動かないことがあるので、弾道なしでキルが狙える事実上のほぼ最長距離です。でまあ1キロ以上も離れるとターゲットを探すのが大変なので、普通は灯台から狙撃するんですが、今回は逆に灯台を狙撃しようという話。使用する弾は栄光弾の M62、 弾道を確認しやすくしており、このように灯台との間にスポットを配置してターゲットとの誤差を確認して微調整します。スポッターまで用意するなんてめちゃくちゃ本格的だな。狙撃って距離が離れれば離れるほど銃弾の威力が減衰し、地球の重力に引っ張られて弾が落下するんですよ。打ち出す弾の初速にもよりますが、1キロを超える超長距離狙撃の場合、現実だと冒頭にボスを倒すのに使った338ラクアマグナムを用いるのが一般的です。ですがこのゲームではラクアマグナムの弾薬に栄光弾、弾の軌跡が光って確認しやすい種類の弾薬なんですが、それが存在していないので弾道や弾着確認がスポッターでも難しい。なので仕方なく弾道落下は大きくなってしまうのですが、栄光弾である M62 でチャレンジしていこうと思います。さっきからかすかに光ってるものが飛んでいってるな。もはやスコープの中に灯台が入りきってないんですけど、灯台の先端を目安にスコープ内のメモリでゼロイン、弾道落下の軌道修正をしています。このスコープ7倍25倍の可変スコープなのですが、スコープ内のメモリが1つ200メートル分の弾道補正、それを7つ使っているので1400メートル分の落下を補正しています。あとは銃弾の初速も考慮して、スコープ自体のゼロインもプラス400メートル、合計1800メートル分補正して、灯台の5階フロアの窓にいるターゲットを狙います。実際はこれ成功したら何メートルなんだ？やってみないとわからないんですけど、これ万が一ランキングの100位以内に乗っちゃうと、ランキング報酬で来シーズンからスタッシュが大きくなるっていうバフがもらえて、さすがにこんな感じで談合して記録残すと規約的にもマナー的にもまずいかなと。一応今回のチャレンジはオフラインレイドで実施しています。オフラインレイドなら成功しても記録は残らないので、参考記録って形ですね。
おおよその弾道調整も終わったところで、ターゲット役のリスナーが東大に到着した模様。あの飲みみたいな大きさの黒い点か？25倍望遠で見ても、かろうじて人の形がわかる程度ですね。超強力な U2 ライトでこちらを照らしてもらっていますが、正直ほとんどライトの光もわかりませんね。まあいつまでもこんな映像を流していても仕方ないので、ターゲットの皆さんには横の東大の窓に移動してもらいましょう。さあ、天候も快晴。風もほぼ無風、狙撃するには最も条件がいい状態を設定しています。タルコフにも地球の自転とか、風の影響とかあるのか？さすがにそこまではありませんが、せっかくなので、現実での最長狙撃記録について調べてみました。現実で確認されている戦闘中の最長距離記録は、イギリス陸軍による2475メートルの狙撃だそうです。使用されたのはやはり338ラクアマグナム、湿度、気温、気圧などまで考慮して射撃されたそうな、約 2.7 メートルという、無風と言ってもいいほどの風ですら、最終的には弾を横に 9.2 メートルも偏流させるほどの距離、弾道落下は121メートル、約 2.8 度も落下したそうです。スポッター付きの2人組で射撃し、ターゲットにヒットさせるまでに9発を要したそうな。今回のお前たちと似たようなもんか。ということで、目標は9発以内できる？それでは実際に狙撃していきます。と言っても、やはり撃ってる時の映像やばいですね。これなら近作映像見せてる方がマシまである。まあでもいかに馬鹿げたことかってのは、数字よりも伝わってくるけどな。一体私たちは何を見せられているんだ。スポッターの指示を聞いて微調整。しかしそれでも100メートル単位で 1、2センチほど発生する誤差が、1キロ以上離れていると10センチを超えてきますし、果たしてこれが狙いの誤差なのか、それとも銃精度なのか、呼吸なのか、撃ってる本人も観測しているスポッターもなかなかわからない手探りの状態です。ちなみにこれで5発目だ。さっきから窓枠に当たってるらしい。ほぼ30センチ以内に集団しているので、ほとんど狙いは合ってると言ってもいいはずです。もうあとは銃精度のランダム要素と呼吸でスコープが揺れるタイミングを見極めるしかないですね。一応息止めして撃ってるので、途中でこうして呼吸する時間が必要。残り3発決められるか。これ談合以外で実際にできるもんなんですかね。定点を覚えて機銃に座っているスカブを倒すのはできそうですけど、果たして機銃スカブまでの距離がどの程度なのか、ランキングにある 1600m もない気がするんですよね。まあ今回のこの狙撃を成功させればおよその距離が判明すると。そして残念ながら9発目も失敗。ただ窓枠内に入ったらしいので、この10発目で決める。やったらしい。過去一実感ない映像なんだけど。それでは皆さんに実感していただくために、実際キャラで移動するとどの程度離れているのか、ウィニングランをしてもらいましょう。映像は16倍速でお送りいたしております。もうマジで今回の動画映像が終わってる。狙撃系の動画が少ない理由ですよね。映像が地味になりがちなんですよ。ですがこのウィニングランはホームランを打ったような晴れやかな気持ちです。大谷も見たこの景色。一塁に仕掛けられた地雷に気をつけて。普通そんなもんねえよ。っていうかコースアウトして走ってるのが問題なんだよ。まさか最後にこんな罠が待ち受けているとは。いやまさしく罠なんですけども、この動画中だけで何回踏むねんと。マジでこれで死んでたら録画没でしたよ。ということで気を取り直してウィニングラン再開。いや改めてなんだけど、とんでもない距離だな。多分移動距離自体は2キロぐらいなんだろうけど、もうすぐ大体中間地点ですね。東大側から走ってきてくれてるメンバーがそろそろ見えるはず。地帯のドッグタグを持ってきてくれました。オフラインレイドなので、キルログでは距離や殺害方法は表示されないんですが、せっかくなので犠牲になった人を確認しておきましょう。ああ、こいつリスナー参加型のウッズカスタムマッチにいたやつか。動画に出せ出せとうるさいので、射撃用標的として参加してもらいました。扱いが存在すぎる。それでは東大エリアまで残りの道のりを進んでみましょう。この長い長い一本道がライトハウスの大きな特徴ですよね。そのうち最長狙撃用マップはストリートオブタルコフになるんですかね。死ぬまでに完成しなさそうだけど、一応全てのマップが繋がったオープンワールド形式にしようとしてるとかなんとか。ここが東大の入り口方面との分かれ道か。こっち側に進むと東大とは逆になりますが出口となります。まあ大体距離感としてはこれぐらいのイメージですね。それでは今回の狙撃の距離を確認していきましょう。さてさて、私の記録はランクインクラスなのでしょうか。なんか一人最後の道中できるしてね。早送りにしたらバレないかと思ったけどダメでしたか。まあそれは置いといて、ここの部分ですね。ロンゲストショットディスタンス、ほぼ 1.4 キロですな。1位は 1.6 キロなので、ここからさらに200メートル、おそらく3本線の真ん中のラインでしょうね。ってことでレーティングの規約がどうなっているかは不明ですが、100位以内は全て私の今回の記録よりも強射程なので、スカブを狙撃しての現実的な記録とはならなさそうです。もしかすると1400
350メートル付近の記録は、列車倉庫に鉄塔に弾を撃って、たまたまスカブの頭を捉えた可能性もありますが、正直現実的ではないことを考えると、やはり弾道による狙撃でしょうな。今回これだけ条件整えてやってもめちゃくちゃ難しかったですからね。私は狙う予定はありませんが、他にもいくつか部門があるので、興味がある方はチャレンジしてみるといいかもしれません。ということで、今回はゲーム内の数十メートル先を狙うなんちゃって狙撃ではなく、1キロ以上離れたターゲットを狙う、ガチの長距離狙撃に挑戦してみた動画でした。ご視聴ありがとうございました。